こんにちは、レトスのおのです。今回なんですけども、達見合格するために必要な勉強法、いわゆる理解学習について、その中の一つ、法律用語の定義の重要性についてお伝えしようと思います。これ、パッと見るとですね、難しい言葉が並んでいると思います。定義という言葉だったり、要件だったり。このあたりって言葉難しいと思うんですけども、まあ、今回具体例を出して解説させていただきますので、分かっていただけると思います。 実際皆様が問題を見て、まあ本試験の問題でも過去問でもいいんですけども、問題を見て答えを導くまでの流れっていうのは、実はこの流れに沿って答えを導いているんですね。まず言葉の定義。これを使います。この言葉の意味って何なんだろうって考えて。で、要件を考えます。この要件ってちょっと難しいと思うんですけども、こういった場合、どういったルールが適用されるかっていう、こういった場合、これが要件です。 で、この要件を満たすから答えは丸なんだとか、この要件満たさないから答え×なんだ。みたいな感じでこう答えを導いているんですね。で、実際、引っ掛け問題に引っ掛かる方、たくさんいると思います。宅剣試験の問題、ほとんどが引っ掛け問題って言っても過言ではありません。どこで引っ掛けてくるかっていうと、この定義で引っ掛けてくる、もしくは要件で引っ掛けてくる。まあ、どっちかなんですよ。つまり、定義をちゃんと頭に入れていない。 または、要件がしっかり頭に入っていないとなってくると、引っ掛け問題に引っかかっちゃうって話なんですね。で、結局これって理解していないっていう話なんですよ。で、逆を言えば、この定義をちゃんと頭に入れて、要件も頭に入れていれば、これは引っ掛け問題に引っかからないわけですよね。ってことは、答えちゃんと導くことができるよっていう話です。なので、日頃の勉強で重要なことっていうのは、今回は、 定義のの重要性についてお話しするので、まあ、この部分だけについてお話しします。まあ、こっちも重要なんですけどもこっちも合わせて解説すると長くなるし混乱すると思うので今回はこっちについてのび解説するんですけどもここについてちゃんと理解をしていればこっちでは引っかかるってことはないんですよね。ってことは正解率が上がってくるっていうわけです。これが理解学習なんですよ。 で、これをやっていない方がもうほとんどです。これ予備校通っている方もそうだし、通信講座、大手の通信講座通っている方もそうなんですけども、ここをしっかりやっていないから、引っ掛け問題に引っかかるし、後で本試験の解説見て、ああ、これ解けたのに、あれ解けたのに、あと1点だった。これが解けていたら合格できたってなっちゃうんですよ。でも実際解けなかったわけですよね。引っ掛け問題に引っかかったわけですよね。ってことは、 理解学習ができていなかったって話なんです。もし今の勉強の仕方を続けていたとしても、来年も同じように引っ掛け問題に引っかかって落ちます。これは勉強量の問題じゃなくて、勉強の質の問題なんですよ。つまり理解学習ができていないから合格できないって話だから、どれだけ勉強量を増やしたとしても、合格は難しいです。毎年運任せの試験になっちゃいます。そうなりたくないじゃないですか。だからちゃんと理解しましょうって言ってるんです。 理解ができれば、実際問題量そんなに多くやらなかったとしても合格できるんですよ。実際弊社の受講者さん、3ヶ月で全く法律式ゼロにもかかわらず、7月から受講していただいて合格していく方もいらっしゃるんです。それはなぜかというと、今からお伝えをしていく、こういったところをしっかり勉強していただいたからなんですね。もちろん弊社の講座にはこういった言葉書いてないんですよ。書くと逆にわかりづらくなっちゃうから、書いてないんですけども、 解説に書いてある内容は実はこういったことが書いてあるんですね。だから弊社の講座受講していただけると理解学習ができて短期間でも合格できるっていう話なんです。その具体例を今からお伝えしますので、ぜひこちらご覧ください。では早速問題に入りたいと思います。問題使った方のが分かりやすいと思いますので、まず問題文読みます。一緒に考えてみましょう。A 社の視点で 現況が現野である用途地域内の土地で建物の敷地に供する予定のない土地を不特定多数のものに売却する場合、A 社は宅建業の免許が必要か、それとも必要じゃないかという問題です。これどうでしょうかちょっと時間作りますので考えてみてください。 で、まあ、この問題は、先ほども言った通り、定義というものと要件というところをちゃんと押さえていれば、まあ、難しい問題ではないんですね。まあ、実際の本試験で出てきたとしても、まあ、絶対に解けなきゃいけない。まあ、確実に解けなきゃいけない問題です。この問題で、んどっちだったっけって悩んでいるようだと、これは理解学習ができていない証拠なんですね。理解学習ができていれば、絶対にこっちだってわかるはずなんですよ。 こういう確実な知識を少しでも多く頭に入れていくってことが合格の秘訣です。曖昧な知識ってどれだけ入れたとしても合格できないんですよ。十の曖昧な知識よりも一つの確実な知識が点数を生むんですね。結果的にそれが合格につながるので確実な知識を頭に入れていきましょう。では答えいきます。え答えはこれ免許必要です。 で、これ単に免許が必要だ。あ、当たった。やった。じゃあダメなんですよ。なんで必要かっていうところがちゃんと分かっていないと意味がないですからね。正解するかどうかって結局これ2分の1の確率なんで当たる可能性もあるわけですよ。でもそれじゃダメだっていう話です。確実な知識にしておきましょう。まあ、つまり理解学習をしていきましょうって話ですね。で、まず、この原野ですね。原野って何かっていうと、田畑ではない草とか木とかが生育する土地のことです。 まあこれ分からなかったとしてもまあ野原っていったイメージはつくじゃないですかまあこれについては定義って別に重要じゃないので覚えていなくても大丈夫ですで今回質問内容何かっていうと A 社は宅建業の免許が必要かどうかを質問されているんですねでもういきなり要件に入っていくんですけれども免許が必要な場合ってどんな場合かっていうと宅地または建物の取引を業として行う場合この場合 宅建業の免許が必要なんですね。で逆に、これを行わないというのであれば、これは宅建業の免許が不要だということです。まずこれが要件になってきます。で、まあ今回は要件については細かく解説しないってお伝えしたので、まあ、この点についてはちょっと細かく解説しないんですけども、とりあえず今回の話で言うと、宅地または建物、取引、業を、これを一つ一つ見ていきます。 まずここですね。宅地または建物っていうところなんですけども、今回、土地について売却するっていう話だから、これ宅地に該当するかどうかを考えればいい話じゃないですか。で、そうすると、これ用途地域内の土地でって書いてありますよね。で、用途地域内の土地ということは、原則建物があっても、なかったとしても、また建物を建てる予定があったとしても、建てる予定がなかったとしても、もう原則宅地なんです。 これが定義です。まあ、宅地の定義ということですね。で、これが原則なんですけども、例外として、道路とか公園とか河川とか、一定の公共のように共する施設用の土地、つまり公共用として利用する土地、そういった場合は宅地じゃないですよ。これが例外です。じゃあ、今回どうなのかって見てみると、道路であったり公園だったり河川だったり、 また、公共用の土地ではないですよね。そういったことは書いてありません。現況原野です。まあ、野原ですよ。ってことは、原則通り、宅地に該当するって話ですね。まあ、ここにも書いてある通り、建物を建てる予定があってもなくても、これはもう宅地に当たるわけです。まあ、問題文では、建物の敷地に供する予定のない土地って書いてあるわけだから、ま、建物を建てる予定がない土地なんですね。 建物を建てる予定ではない土地であったとしても、これは宅地に当たりますねっていう話です。で、続いて、問題文。不特定多数のものにって書いてありますよね。不特定多数のものにっていうのは、これは行に当たるんです。まあ、別の言い方をすると、反復継続して、これも行に当たります。なので、ここの部分から、これは行に当たるんだ、ということがわかります。 ここまでで、宅地にも該当するよ、行にも該当するよってことは分かりましたよね。で、続いて、取引に該当するかを確認します。でそうすると、こう、売却するって書いてありますよね。売却する行為、これは取引に当たるんですね。ということは、ここの免許が必要な場合、いわゆる要件ですね。宅地に当たります、行に当たります、取引に当たります。つまり、この A 社の視点で、 宅地の取引を行として行うわけだから、A 社は宅建業の免許が必要ということになります。これ A 社の視点であったとしても、視点で宅建業を行うということは、これ A 社自身、本店で営業していなかった、本店で宅建業を行っていなかったとしても、これ免許必要ですからね。まあ、ここも注意点なんですけども、A 社の事務所、まあ、本店もしくは視点、 どこかで宅建業を営むというのであれば、A 社自身は免許必要になってきますので。だから A 社は免許が必要なんだということになってきます。まあ、内容的には全然難しくなくて、基本中の基本問題なんですね。だけれども悩む方がいる。これは理解学習ができていないから。逆を言えば理解学習ができていれば、これはすごく簡単な問題だし、実際本試験の問題でも非常に簡単な問題がたくさんあります。 ま、つまり、まあ、そういった問題、まあ、簡単な選択肢って言ったらいいかな。基本的な選択肢だけ、ちゃんと押さえていれば、合格点は取れるようになってるんですね。もちろん選択肢の中には難しい選択肢もあります。ただ、そういった問題って別に解けなくてもいいんですよ。こういった基本的なところをちゃんと解けるような勉強をしていれば、合格点は取れるんです。多くの方が、こういった基本的なところを解けるような理解学習をしてないから、うん 基本的な問題で失点して思った点数が取れない。でも過去問は何度も何度も復習してるから得点できるんですよ。で、予想もしも多くの場合が過去問ちょっと変えてるぐらいで、まあ、大した引っ掛け問題にしてないんですよ。だから解けちゃうんですで。ここでやっぱり勘違いしちゃうんですよね。自分は理解学習できてるんだ。 で、思っちゃって同じ勉強をし続けて同じように落ちてしまうということになっている方非常に多いので、ぜひその点注意しましょう。で、このような理解学習を行っているのが弊社の個別指導です。この講座で使う解説には理解すべき点まで記載しているんですね。なのであなたは調べることがすごく少なくなります。ということは短期間で実力を上げていただけるということなんですね。 まあもちろん問題量をたくさんやった方がいいんですけれども理解学習ができた上で問題量はやっていかないと意味がないんですよ理解学習をせずに問題量を増やしても合格できませんのでだからこの講座を使って理解学習を実践していただければと思いますそして個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでぜひそちらからご確認いただければと思います個別指導であればあなたに次の試験で合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです あなたの自己をお待ちしておりますそしてあなたの宅検合格を願っておりますレトスの小野でした